い、フォールアウト76、続きやっていきたいと思います。本日11月1日になります。よろしくお願いします。はい、アトミックショップファーストトライアルっていうのが来てますけどね、キャッチアップも更新されてる感じね。されてねえじゃんされてねえじゃん。これが自分ファースト入ってんでどうなるのかわかんないんだよな。まあ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 、スルーしときましょう。一応さ、キャンプ、うわ、はい、やっと発見。ミスターファジーのサイクシ、へえ、なんか可愛いじゃん。はい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 、ちょっと場所取りそうなんだよな。まあまあ、そんな感じのことを思いながら始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ポキッてデイリー確認していきましょう。まあ、ハロウィン終わってるぜ、みたいな感じだけどね。はい、ワークショップ、またはキャンプに何かを作成する。5、アルコール飲料を摂取する。スーパーミュータントの腕に重傷、スーパーミュータントを倒すデイリーオプス、ハロウィン。あれ？まだ残ってる？どうなの？怪しげなスコーチ。あれ？残ってるんだけど。へえ。ワークショップ、キャンプに何かを作成する25あるね。あと、アルコール20飲むか、頑張るか。あと、スーパーミュータントがすごいことになってんな。一応チェック入れとこう。デイリーオプスも、ウィークリーで、3回こなさなきゃいけないみたいなね。あと、生前のお金解体する。これも結構、スコーチが結構持ってることあるよね。あと、鉄を含むジャンク。なるほど。まあ、とりあえず今回は、アルコール5杯なんか飲んじゃう。ビールとかなんかあったと思うから、その後スコーチでも行きますか。あと、ワークショップ、キャンプに何かを作成する5。これが20あるんで、これを一気に終わらせていこうか。25か。ほいじゃあまあね、一気に終わらせていきます。作ってきます。はい、ワークショップ、キャンプに何かを作成する5、達成です。はい、ワークショップ、キャンプに何かを作成する25達成です。これじゃあまあ上系に行こうかな。こんな感じで思います。じゃあ移動していきましょう。はい、ウエストテック研究所着きましたけど、やっぱりやられてるよね。なんで中入っていきましょう。そんなんで、すごい大量なんだよね。腕に重傷2と5なんだけど、腕に重傷30と、スーパーミュータント30だから、まあ、ね、腕狙っていこう、みたいな感じ。じゃあ、お腹減ってんじゃん。ウイスキー。オッケー。ボッカ。あんま、一気に飲むとアル中になっちゃうからね。定期的にちょっと時間を空けて飲みたいと思います。おい、じゃあ、始めていきます。よっしゃ、行くぞ。腕に重傷いけてる？オッケー。バット使わんでもやっていきたいな。いけてるか、これで。知らんけど、どうなんですか。あんまダメだな、ちゃんと腕狙えてないな。デイリーの方は終わりました。デイリーのスーパーミューを倒すのと終わったんで、あとはまあね、頑張ってウィークリーの方を消化していきたいと思います。終わらせていきます。はい、上剣半分終わったとこなんだけど、まずちょっと荷物整理しましょう。これで鉄を含むジャンクも追われるからね。まあ分解してね、鉄を含むジャンク解体する。終了です。というのも、聖火っていうね、火炎放射器が欲しいんですよ。それに準ずるイベントが今発生したんで、とりあえず
こんな感じのとこで終わっときます。ちょっとね、ルカの方をこなしていきたいと思います。はい、終わりました。成果、成果入手。初です。もう20以上戦ってるけど。ありがとうございました。成果入手した。いやー、助かった。ありがとうございました。めっちゃ欲しかったんだよね。あと、ここもさ、このまま退散しないように。というのも、生前のお金、結構持ってるんで、その辺もね、回収していきたいな。そんな感じに思います。終わったね。いやー、楽しかった。なんか途中まで2人ぐらいしかいなくてさ、大変だったんだけど。ないか、もう回収 したか。はい、まあ、こんな感じで成果入手したぞ。初だわ、嬉しい。へえ、やったー。まあ今日はこれちょっと使っていこう。はい、怪しげなスコーチ倒す1達成です。はい、怪しげなスコーチ倒す2体目です。はい、怪しげなスコーチ4体目です。はい、怪しげなスコーチ5体目。6体目終了です。オプスの方が全然人が集まんなくて、というのもこれ見た時にベンダーが1しか出ない状態で、キャンディ集めもすごい大変だったんでね。残ってる人もみんなワールド移動しちゃった感じで誰もいない感じないよ。はい、まあそんな感じで残っ、おっと、腹痛久々来たね。はい、残りはですね、デイリーオプスとアルコール飲料ね、これも終わらせないといけないけどね。まあアルコール、今喉乾いてるからアルコール飲料なんか飲んじゃいましょう。バーボン、バーボン。はい、これで終了ですね。あとワールドの方移動して、まあオプスやら何やらね、その辺ね、終わらせていきたいかなと思います。はい、そんな感じで他のプレイヤーのキャンディーボールからトリックトリートする5達成です。まあそんな感じでですよ、オプスの方がね全然ねダメなんで今回はこんなところで終わりたいと思います。まあ時間かけてね、オプスの方もやっていきたいと思いますけど、今回はね、お疲れ様でした。ありがとうございました。